震災で大きな被害を受けた岩手県大槌町のキリキリ海岸で、砂浜の砂を使って彫像を作る大会が開かれました。この砂の芸術祭、町に活気を取り戻そうと地元の人たちが開きました。時折雨が降るあいにくの天気の中で、集まった人たちはそれぞれのチームに分かれて彫像作りに取り組みました。今日は何を作ってるんですか？白です。作業は順調に進んでる？進んでます。完成した彫像は参加者の投票で審査が行われ、1位には復興支援で関西から岩手県に来ている会社員らのチームが作った恐竜が選ばれました。去年は砂浜がね、使えなかったということもあって、本当キリキリの一番の魅力の一つですからね、みんなでこう楽しめるようになったらいいなと思ってます。